ロップ県は中華人民共和国新疆ウイグル自治区法探地区に位置する県。この地域は古来より法探王国が治めていた。関代になり、西域都護府の管轄に入る。シルクロード南ルートの要衝となり、経済発展の中心となった時期もある。新代1883年に法探直令州の管轄となる。1902年8月。 6県が設置された。中華民国の機関は、法丹区行政庁公所の管轄となった。1950年、法探政員公所の管轄に属す。1969年4月、法丹地区革命委員会管轄となる。1979年6月、法丹地区行政公所の管轄となる。2010年5月25日、自治区政府が阿チ区号設立。 2014年10月21日、サムプル教を廃止、サムプルチン設立。2018年、ロップ県の一部をホータン市に編入。2020年11月に、ロップ県は貧困権リスト脱出の条件を満たし、正式にリストから外れた。総人口は、約24.1万人。そのうち、ウイグル族、漢民族、海族、満州族、カザフ族。 モンゴル族、チベット族、チャン族、ヤオ族、イ族、トゥチャ族など12の民族が居住している。一街道、日院、七教管轄、ウ浦政府網、政府外クウ浦政府網、遊岸経典。ありがとうございます。